中古坂鉄山は、群馬県観楽府に下仁田町にあった鉄鋼山で、上信電鉄下仁田駅周辺の下仁田町中心部から約2.5キロ北西側の下仁田方面から、長野県佐久市方面へと抜ける中仙道のかつての脇王館であり、現在の国道254号沿いに位置している。中古坂鉄山は、江戸時代末期に発見されたと考えられ、幕末には、 水戸藩が設立した中港反射炉で使用される鉄を供給したり、江戸幕府による洋航路建設予定地ともなった。明治維新後は、明治7年には、イギリス人技師を雇い入れ、洋式航路などの近代的な製鉄設備の建設を開始し、イギリス人技師とスウェーデン人技師の技術指導の下で、本格的な近代製鉄を修行し、民間経営で良質な鉄を、 比較的安価に生産することに成功して、日本の製鉄業の草分けとなった。その後は、昭和36年まで、断続的に創業が行われた。中古坂鉄山の東約2キロのところに、中古坂鉄山と、ほぼ同時期の江戸時代末期に発見され、昭和期まで最高が、断続的に続けられた、大宮山工区があり、西側約1キロの場所には春、北工区があって、 共に、中古坂鉄山と同じ鉄鉱石を採掘し、特に昭和の戦前期には、中古坂鉄山と一体として、鉱材経営が進められた。この記事内では、大見山鉱区、春、北鉱区についても適宜触れてゆく。中古坂鉄山で採掘された、自鉄鉱中、小坂鉄山は、上信電鉄下仁田駅周辺の、下仁田町中心部から西方へ流れる、 新宅川流域から東側は南ジャイ駅周辺まで広がる南ジャイ層と呼ばれる地層と南ジャイ層の北部に貫入した平滑花崗岩とが接する付近にある。南ジャイ層と平滑花崗岩は両桁体に属しており、南ジャイ層は検出された放山中からジュラ気候期の海生層由来で日本列島に付加した付加体であり、平滑花崗岩は 約6400万年前に南斜礎に貫入したマグマが固まったものと考えられている。南斜礎はデーガ岩と砂岩が交互に堆積した形態を基本とし、砂岩がレンズ状に堆積した箇所も多く、またチャートや石灰岩がレンズ状に分布した部分も見られ、一部はメランジュ状になっている。その南斜礎に平滑下降岩となるマグマが貫入したことが、 引き金となって、自鉄工が主体である中古坂鉄山の交渉が形成されたと考えられているが、交渉形成のメカニズムは現在のところはっきりとしていない。中古坂鉄山が発見された時期については、文献によれば早いものでは、天保年間、続いて、高下年間、そして、開盟2年、開盟3年、開盟6年とするものが見られる。 現在のところ中小坂鉄山の発見時期は確定できないが、河永年間との説が有力である。江戸時代末期に発見されたと考えられる中小坂鉄山は、続いて鉱山開発が開始された。まず鉱山近隣の壁っちゃらという場所でとたら、製鉄を行ったと考えられる、溶鉱炉を仮設し、製鉄を開始したところ良好な結果が出たため、 多くの工をやトイレ上で、自販家江戸という場所で、本格的な製鉄を開始したが、鉱山経営に不慣れであった上に、設備の不十分さと交通の便の悪さなどにより、数年で失敗したと伝えられている。反射炉を建造し、鉄製大砲の鋳造を計画した、徳川成明中古坂鉄山が発見され、鉱山開発が開始された、幕末期は、 諸外国との緊張が高まりを見せており、1850年代、とりわけ下英3年1853年のペリー、来航以降、幕府や諸大名が、大砲鋳造に取り組むようになってきた。すでに18世紀末の段階で欧米では、旧来の制度制の大砲ではなく、鉄製の大砲が用いられているようになっていたが、1840年代、高島周藩そして江川英隆らが、 鉄製の大砲の採用を進言した。しかし1850年代以降、各地で反射炉が建設されて、鉄製の大砲が鋳造されたが、せっかく鋳造された大砲の多くが不良品であった。鉄製大砲の鋳造がうまくいかない原因は、これまでの日本の製鉄原料となっていた砂鉄が、大砲の方針の材料鉄としては不向きで、 岩鉄すなわち鉄鉱石の鉄を用いる必要があると考えられた。当時、三戸藩の徳川成明は強硬な上位思想を持っており、上位を果たすことを目的として、反射路を建設して、鉄製の大砲を鋳造することにした。しかし、成明の強硬な上位思想の影響もあって、三戸藩内には蘭学など西洋の技術を学んだ人材がいなかったため、 南部藩市の大島高等など、藩外部から人材の派遣を受けて、反射炉の建造を進めることになった。大島高等は、鉄製大砲の鋳造には、鉄鉱石の鉄を用いる必要があると判断していた。安政3年、大島は中古坂鉄山の鉄鉱石を鑑定し、大砲鋳造用の鉄の原料として、極めて優秀な鉱石であるとした。 そこで、中古坂鉄山の鉄、約1800巻目が数回に分けて、中港に建設された水戸藩の反射路で用いるために、運ばれることになった。安政3年7月22日、中港反射路で、中古坂鉄山の先鉄354巻目が、総入りされたが、路内でうまく誘拐が進まず、中古坂鉄山の鉄では、大砲鋳造は成功しなかった。 同じく安政3年、水戸藩より中古坂鉱山の現地に調査が行われ、鉄鉱石の精錬を行うための航路建設を、中古坂鉱山の現地と水戸藩領内のどちらで行うのが有利であるかについて調査が行われた。調査は鉱石を運搬する費用、木炭や石炭の価格、そして人件費を比較して、中古坂と水戸藩領内のどちらがコスト的に安価に済むか検討がなされた。 しかし、水戸藩の財政難のために中古坂鉱山の鉄鉱石を利用する航路建設は行われることがなく、安政5年からの安政の大国の中で、水戸藩の反射炉を用いた大砲鋳造事業は中断されることになった。中古坂鉄山では、水戸藩の反射炉で大砲を鋳造するための鉄を得るための採掘等は、安政5年以降行われなくなったと考えられるが、 安政5年から文久年間にかけて、中古坂鉄山は、死屈が続けられていたことを示す文書が残されている。小栗忠政は、中古坂鉄山に注目し、洋光路の建設を計画した。万、ま、円元年県米施設の目付として渡米した小栗忠政は、ワシントン海軍交渉などの見学を通じて、日本に航行業を起こす必要性を痛感した。 小栗の震源によって、慶応元年横須賀造船所の建設が開始され、横須賀造船所で用いる鉄の供給元として、中古坂鉄山が注目されることになった。慶応元年5月、小栗忠政らは、中古坂鉄山の開発と、陽光路の建設を行うよう建議を行った。県議の中で、小栗らは、まず当時の情勢は、軍備増強が望まれている状況であり、 そのため鉄山を開発する重要性が高まっており、小幡藩領内の中小坂には良質な鉄鉱石が大量に存在し、また小幡藩主も幕府の航路建設に賛成していることを述べていた。県議の結果、慶応元年うるう5月には中小坂鉄山に陽航路を建設するための見分が武田綾三郎らによって実施された。 見分の結果、中古坂鉄山の鉄鉱石は埋蔵量が豊富である上に品位が極めて高いため、中古坂に溶光炉を建設することとしたいが、近くで採掘される石炭は十分な供給量が見込めないため、当面木炭を使用する方針であること。予算の都合でまず半光炉一基を建造することが望ましいとの報告がなされた。慶応元年10月12日。 幕府は中古坂鉄山の領主である小畑藩主に対して中古坂鉄山に陽光炉を建設するよう通達が出され、同年中に陸軍武行から環状武行に対し中古坂鉄山の藩光炉で使用するための炭を確保するため御用林の使用について相談がなされている。続く慶応2年には陽光炉建設のための水運についても調査が行われたが、 慶応三年十月十四日には大政奉還が行われ、江戸幕府の手による中古坂鉱山の陽光路建設は日の目を見ることはなかった。明治維新後の中古坂鉄山は、まず、土見門家の家臣であった内藤健十郎が、明治三年三月、小畑藩に対して鉱山開発願いを行い、小畑藩より民部省に届け出された内藤の開発願いは受理され、 4月には、許可が下りた。しかし内藤は早くも、同年5月には、坪内半助、稲垣静夫、野村誠一郎の3名に権利を譲としてしまった。坪内半助、稲垣静夫、野村誠一郎の3名は、中古坂の村方の承諾を受けた上で改めて、小幡藩に届け出を行い、民部省からの鉱山開発許可は7月に下りた。坪内、稲垣、 野村は職工を雇用して、陽光炉の建設に取りかかる直前になって、野村が他の2名に無断で小諸へ行ってしまったため、建設は中断された。やがて野村は小諸から戻ってきたが、間もなく、金策のために渋川へ行き、その後やはり金策のため東京へ向かった。ところが、野村からなかなか連絡がないため、東京の野村のところへ社を立てて、 意向を尋ねたところ、野村は和式の製鉄法では十分な成果が望めないため中、小坂鉱山開発から手を引く意向を示した。そのような中、もともと一橋家の家臣であった稲垣は徳川宗家が移住していた駿府へ向かい、坪内も近作に困ったことが原因と思われる故障のために事業から撤退した。すると12月になって、 突如野村が仲間を連れて中古坂に戻り、村人に無断で陽光炉を建設し始めた。明治4年5月には陽光炉が完成した。この時完成した陽光炉は様式を模したものであるが、基本的な構造はたたら路であったものと考えられている。当時の陽光炉の創業場所や水車送風を行っていたとの説はあるものの、陽光炉の詳細な状況は、 現在のところ不明である。明治4年8月には製鉄を開始し、250巻目の先鉄が出ずくしたが、溶鉱炉が破損してしまい、同年中は補修に費やされた。明治5年1月以降もしばらくは不調が続いたが、5月以降は先鉄の生産に成功するようになった。そして生産された先鉄と中古坂鉄山の鉄鉱石の一部は、 オーストリア・ハンガリー帝国のウィーンで開催される万国博覧会への出品候補とするために群馬県を通して公部城に送られた。明治5年8月になって野村誠一郎は新川県の管理に任命されたために中古坂鉄山の経営を離れ、宇海五郎兵竹林一右衛門、小島一助、茂沢昌衛、坂井健二郎の5名に権利を譲った。明治五年には、 中古坂鉄山では、かなりの鉄を生産しており、50名から150名、多い時には170名の人々が働いていた、記録が残っている。生産された線鉄は、下仁田、上田、東京などへ売却されたが、陽光路建設の費用や処刑費が利益を上回り、中古坂鉄山の経営は、赤字経営が続いていた。そのような中、 中古坂鉄山の経営にトラブルが発生した。かつて一旦、故障のために中古坂鉄山の経営から手を引いた、坪内半助が、矢野正康、松本文吉、佐々木淳二の4名で、明治5年11月に中古坂鉄山の鉱山開拓願いを提出し、明治6年2月には、東京府から許可が下りてしまった。しかし中古坂鉄山は、 カイラ5名の手によって稼働されており、ここに許可が重複してしまった。群馬県は、公務省に伺いを立てたところ、公務省は、双方の事断による解決を求め、群馬県が仲裁に入るよう依頼した。群馬県そして、明治6年6月15日以降は、熊谷県の仲裁によって、明治6年7月には双方は合併し、一つの会社組織となった。しかし、 明治6年12月には経営権は、庭正しへ譲渡された。庭の手によって中古坂鉱山は、新たな発展を遂げることになる。中古坂鉄山の製鉄所賠償ロアと、庭正しは三条家の初代部を務めていた庭家の、生まれで、西洋も三条さ熱つむ、三条耳に仕えてきた。明治初年、庭正しは、森実根のりと共に三条家の金銭水筒を、担っていた。 明治6年12月に、中古坂鉄山の経営権の譲渡を受けた、庭忠しよは、明治7年2月から3月にかけて、工業、譲る請願を各所に提出した。3月には、工部教であった、伊藤博文の名で許可が下り、庭は、東京府知事などを務めた、百合木美雅と、三浦安の支援を受けつつ、本格的な中古坂鉄山の開発に乗り出すことになった。 庭忠仕はまず、イギリス人鉱山技師であるエラスムス HM ガールを招聘し、これまで使用していた溶鉱炉を廃止した上で、高さ約16メートル、炉の基部の直径約5.5メートルの新たな溶鉱炉と蒸気機関の建設を進めた。ガールは明治7年5月には庭忠仕が経営していた北品川のガラス工場の技師に転出したが、引き続き同じく、 イギリス人鉱山技師であるジョセフ・ウォートルスを雇い入れ、輸入した資材を用いて、イギリス式の溶鉱炉、蒸気機関、熱風炉などすべての製鉄設備等を完成させ、また中古坂鉄山の鉄鉱石採掘方法の改善も図られた。また、明治8年12月からは、スウェーデン人鉱炉技師のアドルフ・アール・ベルギレンを雇い、ウォートルス、ベルギレンの技術指導のもと、 中古坂鉄山は当時の日本最先端の設備を備えた鉄山として稼働されるようになった。中古坂鉄山のトロッコ道跡があるウォートルスの指導により、主に輸入した資材で建設された中古坂鉄山の鉱山施設と製鉄所は極めて効率的に設計されていた。まず鉱山施設については中古坂鉱山は標高約440メートルの山の尾根付近にある。 路頭から3本の鉱脈が3体内を加工しており、約500万トンの鉄鉱石が埋蔵されていると推定された。中古坂鉄山での鉄鉱石の採掘は、まず山の尾根にある路頭から、鉱道掘りで採掘が行われ、採掘された鉄鉱石は、坑道内の縦鉱に設けられたシュートを用いて、標高約320メートルの位置に掘削された、運搬用の坑道に落とされ、 運搬用の行動内で、鉄鉱石はトロッコに入れられて搬出された。採掘された、鉄鉱石は引き続き、ほぼ投鉱線上に付設された軌道の幅約60センチの、トロッコで、約668メートルの距離を運ばれた上、シュートを通って、製鉄所上の賠償炉にもたらされ、石灰石などと共に賠償処理がなされた。賠償処理が終了後、鉱石は、クラッシャー。 ハンマーを用いて、高炉層入用に粒土を揃えられた。また、航路で用いられる木炭も、鉱山と反対側の沢筋に設けられた炭焼き小屋から、やはりほぼ投稿線上に付設された、トロッコ軌道によって運搬された。そして賠償処理が終了して、高炉層入用に粒土が整えられた、鉄鉱石と木炭は、まくり上げ機を用いることなく、トロッコによって、 航路上部に設けられた総入り口より航路に総入りされ、鉄鉱石と木炭を航路まで運搬した後の空になったトロッコは航路上部を一周して航路挿入用の鉄鉱石と木炭の積み込み場まで戻るようになっていた。また製鉄所で用いる用水も沢筋から東光線にほぼそう形で製鉄所内に引水され、製鉄時に出るスラグもトロッコによって のろスてバに運び出すようになっていた。このように、中古坂鉄山の鉱山設備と製鉄所は、運搬手段が未発達であった19世紀後半という時代において、鉄鉱石や木炭などの重量がある原料等を自然の地形を巧みに利用して運搬する効率化、省力化が図られており、その結果として、製鉄コストの削減が実現されていた。 当時の中古坂鉄山で使用された木炭の原料となる木は、現在の下仁田町、安中市、南木村にある山林から供給された。また現在の下仁田町から南木村にかけて、良質な石灰石が産出し、中古坂鉄山の製鉄に用いられた。近隣に豊富な森林資源と石灰石に恵まれた点も、中古坂鉄山の経営を助けた。ガール。 ウォートルスの指導により建設された中小坂鉄山では、日本で初の蒸気機関、そして熱風の航路内への送風を行うという方式で、西洋式の航路操業を実現し、さらに航路で生産された先鉄をパドル路によって連鉄とし、さらに単鉄、そして先鉄の鋳造設備も完備されており、航路での先鉄生産にとどまらず、 製品まで生産した総合的な製鉄所であるという特徴があった。1870年代当時、欧米の製鉄では、天炉、平炉による鋼鉄製造がようやく広がり始めた時期であり、まだ中古坂鉄山に建設された方式と同様の、鉱炉、パドル炉による電鉄製造、そして、炭鉄の製造という製鉄方法が主流であった。 このような欧米で主流であった設備は、当時の日本の技術力では、製作が困難であったとみられ、中古坂鉄山と製鉄所の設備の多くは、輸入に頼ることになった。例えば航路の大火レンガは、イギリス製であったことが判明している。また鉱山と製鉄所の運営、管理も外国人であるウォートルス、ベルギレンの指導によって行われることになった。 中古坂鉄山のもう一つの特徴としては、鉱山での鉄鉱石採掘から鉄製品の製造に至るまでの一貫した設備を民間資本の手によって比較的少額で建設したという点にある。庭ただし OKA 時の中古坂鉄山の建設費は、鉄鉱山と製鉄所の合計で約7万円であり、明治8年に建設が開始された、関営釜石製鉄所の建設費用に総額、 約237万円が費やされたことに比べて、著しく安価であった。匠に建設された鉱山設備等で省力化が図られていたこともあって、中古坂鉄山の先鉄1トンあたりの製造単価は約36円となり、当時外国から輸入されていた先鉄1トンあたり約50円という単価を下回ることができた。 このような当時の日本で最新鋭の設備を備えた中、小坂鉄山で生産された鉄は、上、中、下の3種類に分別され、上は海軍省、中は高崎製鉄造りところ、東京鉄管製造に販売されたとの記録が残っている。明治から大正期に陸軍砲工学校で用いられた教科書には、当時世界的な鉄の産地として知られていた。 ウェールズ南東部のブレナボン製鉄所製の鉄インゴットとともに中古坂鉄山のインゴットが紹介されており中古坂鉄山の鉄が高く評価されていたことを示している。また中古坂の製鉄所で鋳造された鉄瓶、鉄釜、火鉢などといった鉄製品も今に残されている。中古坂鉄山の製鉄所石垣当時の日本としては最新鋭の設備を備え 比較的安価な建設費用と省力化によって良質な製品を安価に製造することに成功した中小坂鉄山であったが、その経営が軌道に乗ることはなかった。明治6年の世界恐慌の影響で鉄の価格は大きく下落しており、その上にトン当たり約36円というコストで先鉄生産に成功した中小坂鉄山に対抗して、 外国からの鉄輸入業者はダンピングを行い、中古坂鉄山の鉄価格よりもさらに安い価格で鉄を供給するようになった。当時の日本は不平等条約のために関税自主権がなく外国からの安価な鉄の流入に対抗する効果的な手段はなかった。日本の鉄全体の関税率は当時の国際基準より低く定められていた上に、 特に船舶のバラスト用に積み込まれた鉄材の関税率は極めて低く、強硬の影響で安価となっている上に低関税、さらにダンピングによって極めて安価な鉄が日本に輸入される状況下では中古坂鉄山の鉄は対抗できなかった。また、耐火レンガなど輸入品によって建設された鉄山と製鉄所の設備の更新のため、 高価な物資の輸入を続けなければならなかった点も、経営を圧迫した。明治9年7月、中古坂鉄山を経営していた、庭田田仕は、約10万円の借材を追って、経営から手を引き、百合木美まと、三浦康が経営を引き継いだ。経営の再建を急いだ百合らは、明治9年11月に、東京府ガス局から、ガス用中鉄管を大量受注をした。 この受注については、東京フガス局のフランス人技師である、アンリプレクランが、中古坂鉄山と製鉄所を視察した結果、生産される中鉄そのものの品質の高さは認めた、ものの中鉄管を製造する設備と技術者の不足を厳しく指摘し、ガス用中鉄管の製造は不可能であるとした報告を無視して行われた。果たして中古坂鉄山で製造された、 中鉄管のほとんどが著しい不良品で、東京府から前渡し金として渡されたガス管製造代金と内務省、進む省局からの借入金の返済に窮することになった。経営に行き詰まった百合木美まは、明治10年11月、中古坂鉄山と製鉄所を管営とし、合わせて東京府や内務省、進む省局などの返済すべき借材を政府に、 肩代わりを依頼する願いを、公務省に提出した。ユリラの願は認められ、明治11年5月、中古坂鉄山は、官営となることが決定された。明治11年6月26日、中古坂鉄山は、正式に官営となり、鉱山局中小坂分局となった。官営となった中小坂鉄山であったが、設備面では、熱風炉を一気増設し、 航路の補修を行ったのみで、基本的にこれまでの民営時代の設備をそのまま使用した。創業体制については、木炭の製造、運搬を、これまで農管機の農民の出稼ぎに頼っていたものを、専属職員を置くように改め、木炭の運搬用に液牛を購入、さらには、木炭用の森林を新たに確保した。そして最高、運搬。 土木工事に囚人を刺激するなどという変更が加えられたが民営時代と比較して最も大きな変化は外国人技術者を雇うことなく日本人の身によって創業が行われた点である。官営での創業準備が整った明治12年7月1日より中古坂鉄山は創業が再開された。官営時代の中小坂鉄山の経営は不振を極めた。 のの最大の原因は、国産品を使用するようになった航路の耐火レンガの耐火性が不足していたため航路操業の度に耐火レンガの溶解や破損が発生したことであった明治14年7月には官営として経営を継続するか否かについて審査が行うため法務省から係員が中古坂鉄山に派遣され官営としては 廃業が適当であるとの審査結果が出されたことにより、明治15年1月16日、官営廃業と民間への払い下げが決定された。しかし払い下げ希望者が現れたにもかかわらず、中古坂鉄山の払い下げはすぐには行われなかった。これは、陸軍省と海軍省が中古坂鉄山の官営継続を公部省に要請したためで、兵器の充実を図るために、 鉄資源の必要性が増していた陸軍と海軍が官営鉄鉱山である中古坂鉄山の維持を考えたものとされている。陸軍省と海軍省の要請に基づき工部省は官営の可否について再調査を行ったが、やはり官営の維持は困難であるとの結論となり、明治17年8月19日、中古坂鉄山は坂本や八に払い下げられた。 中古坂鉄山の払い下げを受けた坂本屋八は長野県の大日向鉱山と共に鉄鉱山経営に乗り出したがやはり思うように経営がはかどらず数年後には製鉄業は休止され最高のみが継続されることになった明治26年上新電鉄の創始者である小沢武雄が鉱山経営を引き継ぎその後も短期間で経営者が交代した 明治39年になって休止されていた製鉄所の経営が再開されたが、明治41年には製鉄所の創業は再び中止され、鉱山自体も翌明治42年に廃業となった。そして中古坂鉄山のほとんどの製鉄所設備は大正7年に撤去された。昭和10年代に入り、戦時体制が強化される中、中古坂鉄山は、 再高が再開されることになった。昭和12年10月28日、中古坂鉄山の解散式が行われ、商工大臣の吉野信次が来賓として招かれた。昭和期の中古坂鉄山は、中古坂鉄山の東約2キロのところにある大宮山港区と、西側約1キロの場所にある春、北港区と共に再高が行われた。再開された中古坂鉄山は、 当時の新鋭機械を利用した炭鉱が行われ、採掘された鉄鉱石は明治時代に使用されたトロッコ道を再利用して運搬された。当時、中古坂鉄山では90名を超える従業員が就労していたとされ、鉱山再開直後の昭和13年1月12日には死者6名を出した落盤事故も発生した。中古坂鉄山で再行された鉄鉱石は 主に、京浜地区の製鉄所に輸送されていたが、第二次世界大戦末期の空襲によって、京浜地区の製鉄所の機能が失われたことにより、中古坂鉄山の鉄鉱山としての役割も失われた。戦後の中古坂鉄山は、数人の経営者が変わる中、小規模な鉄鉱石の採興が続けられていたが、昭和36年に閉山となった。 両質の自鉄鋼を産出した中小坂鉄山は、幕末期に、水戸藩の反射炉で用いる鉄の原料供給地の一つとなり、小栗忠政が主導した江戸幕府の陽光炉建設計画の予定地となった。そして、明治時代初期に民間資本によって、当時の日本最先端の製鉄設備を備えた、最高から製品製造までの一貫したシステムが整えられた鉄鋼山となった。 中古坂鉄山は、幕末から明治時代初期にかけての日本の産業史、そして、鉱工業の技術史に大きな足跡を残したと言える。中古坂鉄山の産業遺産は、平成21年2月、経済産業省が認定した、近代化産業遺産群属33の産業用の大化レンガ製造の進展と、原料開発の歩みを物語る。 近代化産業遺産群の一つとして認定されている。ありがとうございます。